ゲオルク・ヘルメスベルガー一世は、オーストリアの指揮者、作曲家。ヘルメスベルガーは、ウィーンに生まれた。彼に、最初の音楽の手ほどきを行ったのは父であった。彼は、首都会のハイリゲンクロイツ修道院併設の、学校に通い、ウィーンでは、哲学の講座を履修した。ウィーン国立音楽大学に入学した。彼は、バイオリンを、ヨーゼフ・ベームに、作曲を、 エマヌエル・アロイス・フェルスターに指示した。1821年には、ベームの助手となっている。1826年からは、ヘルメス・ベルガー自身も、音楽大学で教鞭を取り、1833年から1867年に、かけては、教授職を務めた。彼の文下からは、ヨーゼフ・ヨアヒムや、レオポルト・アウアー、彼の息子である、ヨーゼフ・イッセイと ゲオルク2世などが排出している。ヘルメスベルガーは1830年にイグナーツ・シュパンツィヒが死去するとウィーン国立歌劇場のコンサートマスター、宮廷還元楽団の団員に就任した。1842年からはウィーンフィルハーモニー還元楽団のカッペルマイスターとなり、1867年に年金の受給を開始するまでこの職に止まった。ヘルメスベルガーは バイオリン協奏曲、弦楽史重奏曲、バイオリン独奏曲などに作品を残した。ありがとうございます。